大須価格調査隊です。万象寺通りにあります生鮮食品館佐野屋からお伝えします。浜四さんです、はい、よろしくお願いします。お願いします。では早速野菜の価格見ていきましょう、はい、こちらです。大寒波で一度価格上がりまして、はい、先週ちょっと下がって、はい、今回は仕入れ価格どれも変動なしということで、ここ数日の冷え込みは特に影響なかったってことですか？はい、2月はですね、気温が高くて最低気温最高気温も高めで、寒波が来てもですね、影響が出にくかったですね。あ、そうなんですね、はい、この先価格変わってきそうな野菜ってありますか？そうですね、キャベツはですね、今春キャベツ、冬キャベツ、寒玉キャベツと言いますけど、両方出ておりまして、出荷量増えておりますから、お値段もさらに下がっていくかなと思います。そうですか。こちらが春キャベツで、うん、こちらがこう冬の、ね、キャベツということですが、はい、用途がそれぞれ違うそうですね。そうですね、春キャベツはですね、柔らかくて甘みが強いので、そのままサラダでこの時期はお召し上がりいただくといいと思いますね。美味しいですよね、はい、冬キャベツは、あ、そうですね、冬キャベツは固めシャキシャキなので煮物炒め物に向いてますし、ロールキャベツであるとかお好み焼き、焼きそばにも向いていますね。今の時期は、ね、使い分けできるっていうのもまた嬉しいですね、はい、そうですね。その他価格変わってきそうなものあります？そうですね、ブロッコリーはですね、冬の寒さにも強いお野菜ですので、安定してこの後も、お値段いくかなと思います、うん、ただですね、キュウリとレタスのような夏野菜はですね、例年2月3月からはお値打ちになる時期なんですけども、はい、ビニールハウスで栽培しておりまして、冬場、うん、そのビニールハウスでの生産コストが、高いですね、去年今年は、物価高の影響なので、ちょっと今年の春先は夏野菜はまだ高めで推移するかなと思います。あ、そうですか。暖房費などがあるから、はい、ちょっと価格が下がらないかなというところなんですね、はい、以上大須価格調査隊でした、はい。